お望みの品はどんなものでもインストックナー。ミスター S のミステリーショップからコウちゃんたちに特別なインビテーションだ。新年の7日間、普段は手の届かない高級スイーツや高価な魔法アイテムなど、店内の商品を大幅プライスダウン。さらにセール限定の目玉商品ミステリーバッグも発売中だよ。サムズニューイヤーセール、コウンちゃんたち、このビッグチャンスを逃さないで、チェックだ。さて、商品の陳列や在庫の確認、年末からいろいろな準備を進めてきたが、いよいよサムズニューイヤーセールの始まりだ。最後の仕上げに一緒に働くクルーのみんなにもこのセールのコンセプトを共有しておこう。コンセプトは、お客様に今年初めての幸運を届けよう。もともとはミステリーショップの東方支店で大好評だったキャンペーンだが、もっと多くのコウニちゃんたちに楽しんでほしくて、この度全国の支店で展開することにしたのさ。だからこのセールの間は店内の飾りもレペゼン東方支店の珍しい品物ばかり。例えばあそこに飾ってある竹の置物は門松っていう有名な縁起物なんだ。他にも来店してくれたコウニちゃんに無料でプレゼントするフォーチュンクッキーや、セールの目玉商品ミステリーバッグのチェケラ。おや、もしかしてその缶はミステリーバッグをご存じない？あーい、もう少し詳しく説明しておこう。このミステリーバッグにはショップの人気商品をいろいろ詰め込んでいるお得なセットだよ。一日に販売できる個数には限りがあるから、早めにゲットするのがおすすめだ。何が入っているかは開けてみてからのサプライズ。新年初めての運試しにちょうどいいだろう。そんなミステリーバッグを求めて、今年もコウニちゃんたちが続々来店するに違いない。繁盛必須のミステリーショップのクルーになれた君たちは恵まれてるよ。学園で働ける上に高時給、こんな魅惑的なお仕事はそうそうない。たくさんのクルー希望者の中から抽選で選ばれた君たちこそ、お客様に幸運を届けるラッキーボーイにふさわしい。Hey! ミステリーショップの新たな一員として、改めて自己紹介と応募動機を聞かせてくれ。じゃあ俺から。ハーツラビュル寮のトレイクローバーです。トゲの中の黄金と呼ばれる最高級の栗を購入したくてアルバイトに応募しました。マロンタルトに必要な量を買うとなるとかなりの金額になるからな。抽選で選ばれてラッキーだったよ。私はポムフィオーレのルシャソー・ドゥアムール、ルーク・ハント。セールに足を運んだ者は皆、魅力的な商品の数々を前に葛藤し、真に望む品を手に入れて胸を躍らす、そうしたお客様の感情の発露を近くで見つめたい。それこそが私の応募動機さ。オクタビネル寮のジェイドリーチと申します。以前からミステリーショップを営むサムさんの手腕に強く興味を惹かれておりました。クルーの一員として働く中でいろいろと学ばせていただければと思っています。最後は僕だね。イグニハイド寮所属、オルトシュラードです。学園の生徒になって応募資格を満たしたから、汗水流して働く経験をするために志望しました。もちろん実際に汗をかくわけじゃないけど、ヒューマノイドならではの働きをしてみせるよ。センキュー、4人とも一緒に働くことができて嬉しいよ。支給した制服、新春の衣もバッチリ決まってるじゃないか。ありがとうございます。見慣れない衣装だから自分では似合っているか分からなくて、左胸の飾りが俺には派手すぎる気がしていたが、トップスが黒いおかげか意外と馴染んでるし、
マフラーでしっかり防寒対策もされている。店の外に出ても問題なく作業できそうだ。ボーテ、トレイ君とてもよく似合っているよ。私の衣装も色鮮やかで優雅だ。深い紫と裏地のエンジ色が互いを引き立て合っているね。右胸に咲く一輪の白い花も美しい。そして袖の刺繍から伝わってくる作り手の情熱、ムッシュミステリアス、素晴らしい衣装に感謝します。初めて見る装いなのにしっくりくるのは首元の包帯とシックな色合いのおかげでしょうか。裾にウツボが描かれているのも遊び心があって、生き生きした表情が魅力的ですね。サムさん、僕の外装アタッチメントも用意してくれてありがとう。早速付け替えさせてもらったよ。ペーパークラフトみたいで面白いデザインだな。いつもと違う気分になれて新しい年にぴったりだね。ミステリーショップ東方支店から取り寄せた制服をコウニちゃんに合わせてアレンジした特別セーサー。幸運を届けるラッキーボーイにぴったりの華やかなデザインだろう。その衣装に身を包み、サムズニューイヤーセールを盛り上げてくれるかい？もちろんさ。私たちの手で新年にふさわしいファンタスティックなイベントにしようじゃないか。実家のケーキ屋でも接客する機会はあったし、多少は経験を生かせると思います。お客さんに楽しんでもらえるように頑張るよ。各地のセール施策の成功例をリサーチしようかな。どんな騒動が起ころうともセールが大盛況に終わるよう微力ながらお力添えさせていただきます。頼もしいよコウニちゃん。怪我をしないように十分気をつけておくれ。わかった。もちろん。それからコウニちゃんたちには二人組のチームになってバイトに取り組んでもらう。チーム。ああ、四人でバラバラに動いても効率が悪いだろう。バランスを鑑みて、事前に俺が考えたチーム分けがこれさ。チェケラ。トレイ君＆オルト君チーム。ルーク君＆ジェイド君チーム。サムズニューイヤーセールの間は互いをリスペクトして仕事に打ち込むといい。そしてここからがビッグニュースだ。耳の穴をかっぽじってよく聞いてくれ。ビッグニュース？なんだか意味深だな。ああ、ワクワクする響きだね。このバイト中、より多くショップに貢献してくれたチームにはなんとビッグアップの気持ちを込めてスペシャルボーナスをプレゼントだ。スペシャルボーナス？ボーナスとはマーベラス。人々のやる気に火をつける魅力的な提案だ。バイト代とは別にもらえるってことか。それは太っ腹だな。もちろんもらえるのは一チームだけ。君たちはバイトの同士でもありライバルでもあるというわけさ。勝負事は苦手なんだが、引くわけにもいかないな。オルトと一緒に頑張るとするか。目標をスペシャルボーナス獲得に設定しました。よろしくね、トレイクローバーさん。エクセラン。切磋琢磨し合うのも美しいね。ムッシュ計画班、共に手を取り合い全力を尽くそう。ええ、ルークさん、真剣勝負で手を抜いてはお相手に失礼という。全身全霊をかけて戦いましょう。全員バイブスが上がってきたようで何よりだ。それぞれ前面と協力して店のために熱いビートを刻んでくれ。